インタビュー。僕たちはインタビューを受けている。試合でもあって勝ち上がったのだろう。あまりにも個人的な質問が降り注ぐ。生まれて初めて憎しみを覚えた相手は誰ですか？答えにくい内容ばかり。あなたです。その時に僕の内部で不安が生まれる。このメンバーと来たらどうだ。文書偽造とは言わないまでも肩身が狭い。逃げても構いませんよ。誰かが僕に囁く。ああ、そうだ。僕には使命があったはずだ。足元に落ちていた拳銃を拾い上げると、僕は人混みをかき分けて会場から逃げ出した。